ブルーカット、チュートリアル013の時間発展を始めます。概要です。今回は、時間発展に関して学びます。時間発展は、時間に依存しない行列 H を用いて、量子状態を変化させます。 時間発展演算子はユニタリ行列ですが量子コンピュータでは直接計算できないので量子コンピュータで計算できるように式変形をする必要があります行列 H はエルミート行列になっていますパウリ行列 XYZ で書けますそして時間発展演算子は任意回転ゲートに書き直すことができます 用紙状態を変化させる時間発展について確認しました。仕組みを学び、任意回転ゲートを覚えましょう。今回は以上です。ありがとうございました。